その運動をずっと楽しく続けられますか？苦しい運動を続けていませんか？痛いのをかばって運動していないですか？血糖値を下げたい、血圧を下げたい、体重を減らしたい、筋肉を増やしたいと運動をしている方、その運動苦しくないですか？痛くないですか？運動した後にもうこんな運動したくないと思うことはありませんか？そうだとしたら危険サインです。運動は罰ではありません。きつくないと運動したことにならないということもありません。運動した後に運動してよかったと心から思える、そんな運動をお勧めします。私が監修した運動しなきゃが運動したいになる本で紹介したものを中心にお話しします。体を動かすと3時間気分が良くなる、10分以上早歩きしてストレスに勝つ、最も好きな運動をやる、音楽を聴きながら運動するの順にお話しします。皆さんは運動した後どんな気分になりますか？その気分はどれくらいの時間続きますか？運動をすると気分がすっきりするという現象は経験がありますよね。運動しなきゃが運動したいに変わる本では、何でもいいので体を動かすと3時間ほど気分が良くなるということを紹介しています。運動したら気持ちいいのは研究しなくてもなんとなくわかるよ、そんな研究あるの？と言われそうですが、運動するとどのような気分になるのかをきちんと研究して結果を出してくれているんです。ベルギーの双子を対象にした研究によると、ウォーキングや掃除機をかけるといった家事で体を動かすと、その後180分にわたって喜び、感謝、希望といったポジティブな感情が増加するという結果が得られています。運動のメリットと言われてまず思いつくのは健康、筋肉がつく、痩せるなどですが、精神的なメリットも大きいんです。運動したら気分が良くなるというのは忘れがちなメリットですが、ぜひ運動するか迷った時に思い出してください。思い出せたら運動したら気分が良くなるので運動しようとなりますよね。運動というと走ったり筋トレしたりというイメージがありますが、掃除機をかけるといった家事でも同じように気分が良くなる効果があるようです。掃除や片付けは家もきれいになるので、二重で気分が良くなる効果が出そうです。運動をするか迷っているならしてみてください。それだけで気分が良くなるかもしれません。運動する、気分が良くなる、それを体験として覚えておく。運動するか迷う、運動したら気分が良くなるということを思い出す、また運動する、気分が良くなるという良い循環を作りたいですね。意外と簡単にストレスに打ち勝つ方法があるなら知りたいですよね。私も知りたいです。本当はストレスになる出来事自体を減らせたらいいのですが、世の中自分でコントロールできない理不尽なこともあります。そんなどうしようもないストレスをどうするか、私は筋トレで発散します。筋肉にギリギリできるかできないかの負荷をかける、それにだけ集中することでいつの間にかストレスが減っています。筋トレはちょっとという方はもっと簡単な方法があります。運動しなきゃが運動したいに変わる本は多くの人ができることを目指して作ったので、その中ではより簡単な方法を紹介しています。10分以上早歩きするという方法です。簡単ですよね。33歳から84歳までの2022人のデータを解析した研究によると、10分間以上の中等度の運動を行った日はストレスになる出来事に対するネガティブな反応が 17% 減っていました。中等度の運動というのは、歩くのであれば1分間に100歩くらいの早歩きになります。嫌なことがあったら早歩きでストレスが減ります。自分ではもうどうしようもない不安ってありますよね。試験を受けて結果発表を待つ間なんかとっても不安ですよね。そんな時には10分間早歩き、片道5分のところまで行って帰ってくれば良いです。運動にはストレスを減らす以外のメリットももちろんあります。不安やストレスを運動のきっかけとして利用するという考え方もいいと思います。例えば不安を感じたら10分間歩くといったルールなどどうでしょうか。これは書籍の別のところで紹介しているイフゼンプランニング形に落とし込んでいます。
もし〇〇だったら〇〇するという習慣づけたい時のきっかけを決めておく有名な方法ですね。運動するなら一番効果がある運動をやりたいですよね。その気持ちはとてもよくわかります。けどその運動するのはあまり好きじゃないってことないですか？僕はあります。例えば筋トレのビッグスリー知っていますか？ベンチプレス、スクワット、デッドリフトです。本当はこの3つを同じくらいの頻度でしたいんです。したいんですが、僕スクワットが苦手なんです。デッドリフトも嫌いじゃないんです。ベンチプレスは大好きです。ベンチプレス知っていますか？仰向けに寝て重たいバーベルやダンベルを天井に向かって持ち上げるやつです。あれが好きなんです。そういう好きな運動があるならとりあえずその好きな運動をするのが正解かもしれません。逆に効果もないし辛いだけの運動というのも実際にありますよね。うさぎ跳びっていう運動知っていますか？しゃがんでぴょんぴょん跳ねて移動する運動です。膝を壊すので皆さんはしないでくださいね。そんなうさぎ跳びですが、科学的には根拠はないのですが、足腰や根性が鍛えられるとして広く行われていた時代もありました。実際にはデメリットの方が大きく、現代ではほぼ行われていません。私もうさぎ跳びをさせられた経験がありますが、膝と腰を痛めただけで、している最中も終わった後も気分がいいなんて思ったこともないです。運動したら気分が良くなるという話と矛盾するかもしれませんが、このようなあえて気分を悪くする罰のような運動は例外です。運動は罰ではありません。運動のメリットを得るのにきつくないといけないということはありません。運動しなきゃが運動したいに変わる本ではこんな研究結果を紹介しています。シカゴ大学の研究によると、スクワット、ランジなどの同じ負荷に調整された筋トレのうち、最も楽しい種目を選んだグループは最も役立つ種目を選んだグループよりもトレーニングの回数が 53.4% 多くなっていた。当たり前といえば当たり前なんですが、この研究はとても大事なことを教えてくれています。いくら効果的な運動があってもそれを続けられないと意味がないですよね。糖尿病の予防のために運動する、健康を維持するために運動する、筋肉をつけてかっこよくなるために運動するという感じに長期的な目標を立てるのは大切です。長期的な目標というのはすぐに達成の喜びが得られるものではありません。このようなすぐに得られない喜びのことを難しい言葉で遅延報酬と言います。時間が経ってから遅れて得られる報酬という意味です。すぐに得られる喜びは遅延報酬に対して即時報酬と呼ばれます。お菓子を食べたら美味しい、マッサージが気持ちいいみたいなすぐ手に入る喜びのことです。後で得られる喜びとすぐに手に入る喜び、どちらも手に入れたいですよね。この研究ではすぐに手に入る喜びの方が運動をすること、特に運動を続けるということに関して大切だということを示しています。続けることができれば最も効果が大きい運動だけど、その運動自体は好きではない、その運動しても幸せじゃないという運動はまさに遅延報酬型の運動です。その運動すること自体が喜びで、その運動している時に幸せを感じるという運動は即時報酬型の運動です。運動によるメリットを得るのに、運動の種類や量やきつさにはあまりこだわらなくてよいというのは、運動しなきゃが運動したいに変わる本の中でもたくさん紹介しています。ですので即時報酬型の自分が好きな運動をして、好きな運動だから続けられれば、きつくてやめてしまう運動よりもメリットを得られる確率は高くなりますね。もちろんアスリートを目指している、大会で優勝を目指しているとなると効果が最大になる運動をした方が良いですが、そうじゃない方がほとんどですよね。結果的に長期の目標を叶えるのは大切ですが、それを達成するためにまずは運動を途中やめにしない、運動を習慣づけることが大切です。そのためには即時報酬、すぐ得られる報酬があった方がよく、好きな運動を選ぶと運動自体がすぐに得られる報酬になるんです。一石二鳥ですね。スポーツジム行ったことありますか？私が行ったことがあるジムはどこも音楽がかかっています。あれ意味があるんです。
運動しなきゃが運動したいに変わる本では、運動のパフォーマンスと音楽やリズムとの関係を調べたオランダの研究を紹介しています。この研究ではモチベーションが上がる音楽や一定のリズムを刻む音を聞くと疲労感が軽減され、運動をより楽に感じる効果があったことが報告されています。シーンとした音のない中で運動するのと、メトロノームで一定のリズムを刻むのを聞いて運動するのとを比べると、リズムを刻んだ方が一定のペースで走るのを助けてくれたという結果でした。ランニングやサイクリングは一定のリズムで行うのが効率が良いのですが、そのリズムを取りやすくなる効果があります。またただリズムを刻むのではなく、モチベーションを上げる音楽を聴くと運動の負荷が大きくなった時により高いパフォーマンスを出せる効果がありました。まとめると、リズムがあることで一定のペースで行う運動がしやすくなること、モチベーションを上げる音楽を選ぶことできついと感じるような時により高いパフォーマンスを出せるということです。その効果も小さくないです。一番わかりやすいのはエアロビクスやダンスでしょうか。あれを無音でやり続けるのは大変ですよね。最低でも手拍子は欲しいですし、動きたくなるような音楽が欲しいですよね。まとめです。体を動かすと3時間くらい気分が良くなります。10分以上の早歩きでストレスに強くなります。自分が一番好きな運動をすると、運動をする時間が増えて習慣になりやすいので、運動によるたくさんのメリットが得られやすいです。音楽を聴きながら運動をすることで一定のペースで運動したり、運動のパフォーマンスを高めることができます。好きな運動を好きな音楽を聴きながら行うことで運動を続けやすくなり、その結果気分が良くなり、ストレスにも強くなります。運動を楽しみましょう。以上です。慎重に作っておりますが、内容が皆様の状況に当てはまるかどうかを目の前の医療スタッフの方々に確認していただけますと幸いです。このチャンネルでは糖尿病に関するお話を分かりやすく伝えていきます。糖尿病で困ることが減るように、一緒に知識を増やしていきましょう。トウスケと一緒にレベルアップ。